罪。これが象徴の不在。ふざけんな。パニックだ。まずいぞ。轟、もう見てたか。先生。適当なこと言うなよ。どこ見て喋りよったやテレビ。やめとけや、こんな時に。あれ見ろや。まだ炎が上がっとるやろが。見えとるやろが。エンデバー生きて戦っとるやろが。ほら、物を引いて勝手に脱帽ってんなや。ガチすぎやろ、やめろや。早よ逃げよって。今、俺らのために体張っとる男は誰や。見ろや。お前も再生、再生持ちなのか。一緒にするな。こっちとはすでに体が動かん。いや、動かん体を火力で押し出せ。ありがたい、痛みで意識が保てる。倒れてなるものか。霞むこの目で正気を見せろ。火力を上げろ。もっとさらに。怪人、貴様頭部が傷ついちゃまずいんだろう。もはや生け捕りは考えぬ。超えろこいつの反応速度を。これでその面攻めにするまで倒れてなるものか。そういうとこです、エンデバさん。俺の羽じゃ破壊力が足りないけれど、スピードなら互角です。俺ね、見てたんで知ってんですよ。本気で超えようなんて人は一人もいなかった。あなただけですよ。本気で超えようとしてたのは。本当、どんだけ不器用なんですか。あらかじめ飛ばしてきました。あなたの火力に俺のスピードを上乗せする。背中押しますよ、ナンバーワン。誰より強くなりたかった。俺の背中やったら安心させられん。だから、獣のような様相に。マジかよ。口の中から焼いているのに再生が追いついているのか。十分な火力が出てない。羽はほぼ全弾撃ってる。それももう燃え尽きてなくなる。ホークス怪人ノーム、複数の個性を持つよう作られし者よ。強さに執着する者よ。エンデバーが戦っています。身をよじりあがきながら戦っています。体張っとる男は誰や。見ろや。おやじ見てるぞ、似てるぞ。もう燃えかす同然です。あまり助力できませんが。十分、上ならもっと上へ。人も建物も気にする必要のない上空へ。なるほど、そこなら心置きなく放てますね。怪人よ、貴様は俺だ。過去、あるいは別の未来も。焼けて眠るがいい。昔からこの航空が大嫌いだったよ。クルスールとはプロミネンス。